こんにちは、森崎アリスです。今日はサンリオピューロランドにご招待いただいてやってまいりました。わー、結構今日混んで、今日ね8時までなんですよ。3連休初日。そうだからなんだよ、いつも6時とか5時とかさ、ちょっと微妙な時間に閉園するんだけど早い今日8時なのよ。だからちょっとね、もっと遊びまくろうかなと思います。5周年のサンリオピューロランドプラス20周年のポムポムプリン、プリンちゃんおめでとう、かわいい。これだけすごい、プリンがいっぱいいる。うわ、かわいい、プリンかわいい。あ、すごいショップがね、こうやって出来上がってて、うまい。すごい可愛いです。私がお気に入りなのはこの筆箱、こう便利。おめでとう、プリンちゃん。私よりは年下なんだね。モフモフしてる、ほら本当にモフモフ。ここが多分モフモフストリートみたいなところになってて、すごい、キャー、モフモフしてる、モフモフしてる。遠く見たらすぐ一人ではしゃいでる人みたいな。モフモフしてた。今から念願のピアノちゃんに会いに行きます。やばい、本当に嬉しい。もうちょっとでピアノちゃんに会える。もうちょっとであそこにいるの。いやー、かわいい。超か、私本当に初めてなの、ピアノちゃん会うの。かわいい、もうずっと会いたかったのに、なかなか会えない。すごい笑って見て、この笑い笑いすぎる。泣いちゃった、私キティちゃんの時泣いたかんね。マジで神だから。いや、あんだけさっきキティちゃんのこと言う。キティちゃん大好きだよ、大好きだけど。ピアノちゃんの方がもっと好きやん。ピアノちゃん大好きだろ。あれ何、あれ何、ちょっと、はぁ、はぁ、かわいい。朝の10時ぐらいからキラキラ光るサンリオ、今8時ぐらいです。いや、遊んだね、終電までいたね。遊んだね。いや、なんかサンリオがこんなに光ってることってなかなか見れなくない？うん、ね、なんかあとシール、ほら天気すごい良くなってる。そう、シール超もらった、超、ほら YouTube 見てますっていう人もいて、ね、すごいありがたかったです。皆さんサンリオ来てくださいね。私たまに多分いると思うので声かけてください。ということで、森崎でした。バイバイ。 Twitter、Instagram、LINE の ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで、次の動画もお楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。25周年のサンリオピューロランドプラス20周年のポムポムプリン、おめでとうございます。